菅総理は東京青梅市内の病院を視察した後、突然創価学会の池田名誉会長が創立した八王子市内にある美術館を訪れました。美術館ではポーランドの至宝と題した特別展でレンブラントの絵画などをおよそ40分ほど鑑賞し、館長らと懇談しました。